気持ちはもうすっかり冬ですよ。だってこんな毛布着てんだもん。うん。ね。もう気持ちはクリスマスです。タンタタンはね、もうね、中学生に入ってからね、来なくなっちゃいました。あ、もう小6から来てないかな。うん。タンタタン来なくなった今った。うん。なのに、どこ行ったんだよ。あ、そうだよね。やっぱりハロウィンからクリスマスに変わってるって街が。やっぱそうですよ。だってもうハロウィン終わったんだもん。秋はね、ハロウィンまでが秋ですよ。秋の収穫がね、たくさんできるように祝うイベントが10月31日で終わったんですから、もう次は冬に備えましょうってことで、もう今は冬です。イルミネーションの季節。イルミネーションあんまりね、見に行ったことないんですよね。うん、一回お母さんとね、なんか都会のね、見たんですけど、もうすっごい人がいっぱいいて、まあなんかよくは分かんなかった。なんか光っ、なんか物が、あなんか光ってる、ああ、そう。でも寒いし、すぐ室内入ってすぐ帰りました。どれ、なん、どこだっけな、あれ赤坂じゃない、なんかね、ほんとね、駅の近くぐらいまで並んでたんですよ。もうずーっと並んでて、そう、うん、そう、寒いしね。うん、ミッドタウンか、何年前かな、2、3年前ですね。うん、そうだから、何人かでワイワイ言ってたら、なんかその時間も楽しく感じるかもしれないけど、いつもいる、一緒にいるお母さんとだから、もうなんかなんか改まって話すこともないし、なんかだから周りにいたカップルさんをひたすらずっと見てた。ずっと、うん、あの子はずっと見てるわよっていうぐらい、ずっと話し聞いてた。ああ、あるあるとか、ああ見た、なんかテレビの話してたら、うんうん、あったあったとか、だから、そう、うん、だからそう、頭の中で会話に参加してました。なんかね、あれなんですよね、結構やっぱね違いますね。もうなんか、そうだよね、ウフフって言ってるカップルさんもいれば、もうバカみたいな言ってるカップルさんもいて、でどんどんいろんなの聞いてるうちに、後ろ姿でどういうパターンの会話かちょっと予想できるようになってきて、あ、これきっと仲良さそうだな、あ、これきっとなんか緊張感あるだろうなとか。っていうのをお母さんと歩きながら、一人で頭の中でやってました。もうほんと、ほんとに何でしょうね。うん。うん。で、ずっと並んでたから、もうずっとそれやってたら、どうそう、どん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 できるようになって。もう私は何ができるようになっちゃってるんだ、そう、うん、頑張れって。一言ですけど、あ、今すごいゾロ目だ、私の方、キュキュキュ、
長くない？ゾロ目すごい。いけ。え？長すぎない？何？急に変わったよ。なんで39で止まってたの？え？なんだろうね。では行きます、せーの、デコポンスッポン思い切りミーポーン。ありがとうございます。本日も大変な盛り上がりでありがとうございます。明日はベイ FM に出ます。もうメンバー出てないのかな。ラジオ好きなので楽しみです。ラジオ好きなんですよね。うん、なんか好きなんですよね。昔苦手だったんですけど、どんどん好きになってきて、なんかね、聞くのも好きなんですよね、結構。あ、って言ってそんな聞いてないんですけど聞くのも結構多分好きなんですよね。なんかこう笑っちゃいますよね。顔を見てなくてもなんか面白い話してるのを耳で聞いてるとつられて笑っちゃう。そうなんです、ゆがるもあるな。ゆがるんもいるな、嬉しい。もう最近ね、本当にね、ガクガクしてる口が、うん、ゆがるんもいるな、明日嬉しいな。うん、とっても嬉しいの。だってゆがるんがいるんだもん。うん、よかったね、だって、うん、よかった。うん、嬉しい。嬉しい。ゆかるも嬉しいって。ゆかるはね、私と会うとね元気出るんだって。本当だよ。だってゆかるんが言ってたもん。面白い。うん、いやでも本当に言ってたんだもん。嘘じゃないもん。嘘ついてないもん。
こんばんみーぼん。明日もラジオでもこのね、いやみおさんびっくりしちゃうよ絶対。みおさん、え、どうしましたって絶対言われます。うん。みおさんに、あ、はいって言われそう。うん。いや、みおさんがいればもう本当に何も、本当にね、なんて言うんでしょう、怖いものないです。みおさんがいらっしゃれば、それぐらいすごいです。うん、ユガルにもやってもらえばいいよ。ユガルもユガルも支え機械ですって言ってもらえばいいじゃん。あなたにハッピーな人を届けます、支え機械ですって、ユガルも言えばいいじゃん。絶対可愛いよ多分ね。すごい恥ずかしがって始めてね、言ってね、また恥ずかしがる。恥ずかしサンドイッチだよユカル。うん、絶対可愛いよ。こんばんは。ユカル絶対めっちゃ照れるよ。うん、あ、メアさん、え、メアさんは絶対スイッチ切り替えたら絶対全力でやってくれると思う。うん、今日誕生日だって。 Happy birthday to you ゆかるん。最近はなんかいろんな曲を聴いて、うん、どうしようかなと思って。そう、曲が、でも多分好きな曲を歌うのがいいんだろうなっていうことになりました。うん、なんかこれのがいいんだろうなっていうより、これ歌いたいなって、自分がきたーってなる歌を歌うのが一番いいんじゃないかなってなってます。きたーってなる歌、自分が。そう、これこれこれだよこれだよって思う歌。うん、あ、もう立候補しましたよ。うん、立候補しました。で、どのように進んでいくのかもまだわからないので、うん、でもすごく楽しみです。うん、楽しみ。すごいなんか楽しみです。面白そう。うん、あ、すごい応援してくれてます、ありがとう、ありがとう、終わってくれてありがとう。ありがとう。タンタタンだよ、タンタタンだよ。タンタタンだよ。なんかそういう芸人さんいたな、なんだっけ、デッカちゃんだよ。うん、すごい毛糸が飛んでるんですよね。サンタさんがもし今年来てくれるとしたら、
何をお祝いするか、お祝いじゃない、お願いするか考えると、ですね、なんだろう、なんでしょう、全然思いつかないもんですね、やっぱり。ランドセルって まだ綺麗にあるんですうち。なんだろう、あ、ルンバ。ルンバってあれってどうなるんだ、だって物があったらそれ避けて掃除するってことですよね。でも怖くないですか？だって勝手に動いててさ、家、部屋の中が今どうなってるかわからない状態になるってことですよね。例えば外出中にポチッと押しといてやるとしたら。怖くないですか？なんかこうバーンバーンって当たってゴトンガラシャーンってなっちゃったら。すごく怖い。でもすごく気になる家電です。でもお高いんでしょ？絶対高いですよね。ドライヤーは？羽のないドライヤーってあるじゃないですか。扇風機とかもあるけど。知ってますか？何もないの。何もない空洞から風が出てくるドライヤー。あれすごいいいらしいですよね。なんて言うんだろう。サラサラになるって。そう。あれすごい気になってるんですよね。どうやってあれ風出してるんだろう。穴から、どうやって出してるんですかね、あれ。いや、不思議です。わかんないです。でも、お高いんでしょう。はい、絶対高いです。激高だって。そっか、じゃあサンタさんにお願いするしかないかな。自分では買えないし。あ、でも来ないんだった。来ないんだった。たんたたん、来ないんだった。小人が隙間からフーフーしてるだって ファンタジー すごい肺活量。たんたたん来ないんだった。じゃあもう夢の話ですね、それがうちに来るのは。そうですね、欲しいな、いつか。欲しいな。もう早々に来なくなっちゃったですからね。面白いな、これ。すごいシュール、すごいシュールだな、これ。あと欲しいものですか？なんだろうな。あと欲しいものは、サンタさんに頼むとしたら、なんだろう。あと一個。なんだろう、あれだ、つながってないイヤホンって言ってるじゃないですか。あれってあれすごい気になってるんですけど、あれってなんで、どういったことなの？ あれはなんでそうなっちゃったんだろう。どういう経緯で、どういう経路で音がつながってるのか。でもあれすごい音漏れしないかすごい心配になっちゃうんですよね。なんかの拍子にバーンとか携帯から出ちゃったら、別に恥ずかしいもの聞いてるわけじゃないからいいけど、すごいなんか迷惑だけ恥ずかしくなっちゃうのかなとかすごい思っちゃうんですよね。ちょっとそれも。どうなんだろう。
テレパシーだってファンタジーファンタジーはーって、うん、あれあれで充電するんだよね確かに。それではそろそろまとめたランキングも読みますね。 ありがとうございます。1位マーシャルさん、2位双子座ハッシーさん、3位チャウチャウさん、4位ヨシキさん、5位イケミンさん、6位ユーコのファンさん、7位アキモットーさん、8位園田長崎さん、9位9位トムポンリーホリックさん、10位ゴボテンうどんさん、11位かなかな、サンタさんって一人で手を伸ばし空を飛ぶんだね、さん、12位あっくんさん、13位ココポン大森美優さん、そして今日の気になるアバターはプアさんのなんか文字のアバターすごい。ということで本日も見てくれた皆様、コンペイトを投げてくれた皆さん、ギフトを投げてくれた皆さん、コメントを書いてくれた皆さん、ただただ見てくれた皆さん、見るつもりはなかったんだけどなんか見ちゃったなっていう皆さん、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。もう眠いですか？うん、もういい時間ですよね、結構ね。もう結構いい時間。うん。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。ありがとうございました。皆さんゆっくり休んで寝てください。おやすみなさい。かわいそう。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。あ、2分ぐらいあるって。え、2分まだいた方がいいですか私。え、本当に見てくれますか。行かないでだって。サンタさんのモノマネしてだって。え、サンタさんって喋るの？はっはっはっ。笑ってそうだよね。あ、もうワイワイだ。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。